8月30日のエミューの世話です、はい、久しぶりですね。久しぶりですね、はい、はい、でもちゃんと毎日やってるので。やってます、やってます、はいはい、最近いろいろね忙しいしね、うん、私の喉が死んだりとかね、健康面でねいろいろあって、はい、今日は日が陰っててまだ比較的、まあ、暑いんですけど、うん、暑くないんじゃないでしょうか。そうですね、日差しが全然蒸し暑い感じ。うん、餌が徐々に納豆を締めてきた。一昨日ぐらいに農場長が変えてくれたんだけど、はいはいはい、ところどころもう固まってきちゃってる。湿気？湿気なんですかね。匂いは大丈夫そうだけど。水は飲んでいる。うん、こちら側はダマになっていない。ちょっとダマになってる部分だけ、まあ、カビてないだけ。そうだね、カビてたらもうすごい大変なので。そう、久しぶりすぎてドアの開け方を忘れるっていう、ね、中に入るの久しぶりだよね。わお、つまずきました。あ、つまずいたの。うん、よいしょ。どっかで大砲が落ちたとねえ、いつぞ農場長が買ってくれた雑草ももうこんなに生え、もう下に何がいるか分かりませんね。ヘビがいても気づかない。ヘビがいてもヒナがいても卵が生まれてても気づきません。困りましたね。どうも、どうなの、水浴びはどうなの、気持ちいいのか。今日も水浴びしたい感じですか。タプちゃん座りましたよ。え、タプちゃんが座りそう。あ、本当だ。はい、久々にこうやって座ってくれました。果たしてこれに何の意味があるんでしょうか。求愛の受け入れとかあるんですかね。この子はメスです。で、あっちにいるのがメスだと思いきやオスかもしれない。ちょっとよくわかんない答えです。はい、そのうち正式に DNA 鑑定でも何でもして雌雄の明確化、はい、雌雄を正確に把握したいと思います。おはようございます。おはようございます。お、お尻の方へ。おはようございます。はい、どうですか、お尻の毛づくろいをしてあげてください。泣いた？どっちが？え、今イジ泣いてないか。泣かない泣かない、最近泣いてくれない。ひぃ行っちゃった。はい、エミューはなんか黄色い花が好きだとか、そうじゃないとか。めっちゃお尻上げてる。やっぱりこれ後輩待ちなんじゃん。なるほどねって思ってしまうんですけど。よいしょ、まだ夏なのにタプちゃん。産卵で待ってんのか。じゃあ産卵よりも後輩は早いとかあるかな。あ、でもあるね、うんうん、課長ももう4月の末とか2月ぐらいから全部。おい頑張れ、お前オスなんだろう、オスらしいぞここまで来てメスとかやめろよ。判別しましょうね。あの DNA 鑑定調査機関を見つけたので、見つけたというか、いい、ね、紹介してもらったので。はい、その模様も動画に上げれたらと思います。お、地肌が見えるよ、ピンク。ちらちら、あ、ダチョウと同じぐらい。めっちゃ、めっちゃピンクピンク色です。綺麗なピンク色。日焼けしないんだろうね。そうだね、こんだけいっぱいワッサーってなってると。そうですね、頭の地肌はなんか青っぽくない、うん、ねえ、不思議だね。顔が汚れてますね。不思議な生き物ですね、君たちは。で、卵は真緑。緑、不思議ですね。ここ今生まれてても分かんない。分からないよね、ぶちゃって踏んじゃうよ。まあちゃんと巣作ってくれるよね、タプちゃんがね。しっかり大事そうに温めてれば分かるから。
ま、その大事そうに温めてる卵をぶん乗るんですけどね。うん、ありがたく子育てしてくれるなら任せてもいいけど、ね、確かにここだったら逃げもしないしね。あっちにさ、ちゃんとした小屋もあるしさ。いいね、その実験もしたい、ね、こんなに長く触ってたの久しぶり。てか中に入ったのが久しぶり。ああ、そっか。ないつも俺あのホースでジャーって音が。ああ、顔は怒りますか、たくさん。あ、怒らない。その人くちばし触っても怒んない。うん、慣れ豚ね、頭は怒らない。ちょっと汚れが落ちていい感じ。慣れたね。ね、くちばしがギザギザなんですよ。頭、自分の頭ってきっと毛づくろいできないからさ。やってもらうか。ね。こすりつけるか。ああ、めっちゃ抜けるんだけど。感毛器なんですかね。あ、剥げる。剥げない、剥げない。ともちゃんに剥げさせられる。大丈夫、大丈夫。これが本当の励まし。何それ、励まし。でも頭がちょっと綺麗になった。あげました。あげてません。あげさせていません。頑張れ。誓って。繁殖頑張って。あ、ヒジがなんか水に遊んでる。なんかやってる？羽をくわえてるね。羽くわえてる。巣作りかな。遊んでいるだけ。どこの鳥で？エミューの巣ってどんなんだろうね。わかんない。穴掘るのかな。木の枝とか集めるのかな。ね、森だから。どうなんでしょう。どっちもありそう。それか木のうどんに直置きとか。とかね。サンプルゲット。え、いや。何で送るの？あのね、羽なんだけど抜かなきゃいけないらしい。今これはもう抜けてたやつなんだけど。死んだ羽じゃなくてってこと。ブチって抜いて、あの人間の毛根がついてなきゃダメみたいな。そうそうそう。で、君じゃないのよ。あっちなのよ。あ、でも両方やろう。あ、いいよ。うん。まあ、メスだけど。これでオスとか言ったら面白すぎる。確認の意味を決めて。おかまにちゃんと親友で飼ってますというね。予想、オスとメス。うん。この子はもうメスの特徴が。メスだと思うな。ボンボン言う。ボンボン言うし、なんか体でかいし。うん。丸いし。メスの方が警戒心が強いとかあるの？性格、あ、でもそうかな。大体みんなそうですよね。暑そう。そろそろ暑くなってきたら立ち上がりなさい。一時期よりは全然いいけどね。綺麗だな。二股に分かれてるんだよね。そう、ほら不思議。でもそこの軸は一つなんですよ。面白いね。一本で二枚ってこと？あ、そう、これで一本。お、立つぞ。草食べるの？いや、慣れてくれて嬉しいよ、タプちゃん。いずれはね、この鬼から出ていただいて。ああ、自由に、屋上内を。割烹していただいてね。まあ、そうじゃなくても、触れ合いエリアを自由に。エミーもそのうち増えるでしょうし。増えてほしいね。てか増やしたいですね。いいよ。エミューはおとなしいからね。うん。大きくでも2メートルだしね。うんうん。この子たちは特にちっちゃいと思うんですけど。うん。どうしたの？大きいやつだったらコニタンぐらいあるってことでしょ？そう。うん、なかなかでかい。今グーグー鳴いたよ。え、嘘。聞き逃した。それ一個で泣かないでくれますか。堂々と泣いてくれ。どうもダチョウの方を見て泣いてる気がするんだよ。威嚇？挨拶？おはよう。どうもこちらエミューです。そんなに好戦的な性格には見えない。あ、そんな隅っこに入んないで。バイバイ。はい、ということで今日のエミューでした。はい、はい、はい。